こんにちは、足の裏です。本日は横浜駅に行くのでメイクをしていこうと思います。よろしければ最後まで見てください。急に現れた吹き出物にマキロンを塗ります。メイク前でも使えるニキビの薬なので、私はね、夜とメイク前2回塗ってます。で、今回は暗髪や黒髪に合う詐欺メイクをやっていこうと思います。私、通うのがすごく苦手で、ちょっと美容室行くのめんどくさいなっていう理由で、最近は髪の毛をねすごく暗くしているんですけど、もしね最近茶髪とか明るい髪の毛から暗くされた方がいたら、この動画が少しでも参考になればいいなと思います。メイクの前に足の裏の側面の温度を下げていきたいので、パックをちぎりながら足の側面に貼ります。パック中の時間に木の実を回収します。今日土曜日でポケモンスリープマスター6まで来てるので、明日の朝まだ見つけていない寝顔に出会えることを祈りながら編集をしています。パックが終わったらいつも通りのスキンケアをしていきます。オルビスのホワイトクリアエッセンスリピートしています。詰め替え用だとねちょっとお安いで、さっき使ってたオレンジの化粧水もコストコだと結構安く買えるのでおすすめです。スキンケアが完了したら3分ぐらい経ってからティッシュオフをしてメイクをスタートします。化粧下地はイニスフリーのモイスチャーシルクベースグリーンを使用します。まず片側だけに塗ってみるんですが、私の気にしている赤みやくすみ、他にもいろいろあるんですけど、をカバーしていきます。もともと使っていたイニスフリーのコントロールカラーのグリーンと比べてサラッとしていて軽いつけ心地なんですけど、しっかりと補正してくれるっていう感じなので、塗ってる感だったり少し重ためのテクスチャーが苦手だけど赤みをカバーしたいよっていう方にとてもおすすめです。ナチュラルにカバーしてくれます。お腹鳴った。いいんです、お腹が鳴った時は脂肪を燃焼してくれてる時だと聞いたことがあります。こちらがすっぴんと下地ありのビフォーアフターです。この後私はとびきり可愛いスポンジで顔をポンポンしていきます。こちらです。私はハマらないと思っていましたが、まんまとハマっています。ちいかわコラボの商品が視界に入ったものならすぐに購入してしまいます。そんな31歳の夏でした。9月ということで食欲の秋。今日も3日目のカレーをドリアアレンジしたものを食べて、さっきおやつでじゃがりこと焼き芋とあとまあいろいろ食べました。それなのにお腹は何も食べていないかのような音を出してきます。ファンデーションはちょっとなんて読むかわからないんですけど、セラムフィットフルカバーマットクッションを使用します。黒髪メイクは個人的にはツヤだったりグリッターだったり透明感が私は重要だなって思っているんですけど、このマットクッションはね、言うほどマットじゃなくて何よりカバー力がすんばらしいんですよ。ちょっと肌荒れ気味だなっていう時はこのクッションファンデーションを顔の中心に塗ってスポンジでなじませていくっていうのが最近のベースメイク。下地だけの方と比べるとめちゃくちゃカバー力すごくないですか。こちらは最近購入してよく使用しています。まあ、正直厚塗り感はちょっとあるんですよ。見た目ではそんなないんですけど、塗ってる本人が結構しっかりカバーされてるなっていう感じの使用感だからこそ、もう本当にちょっとを顔の中心だけ塗ってしっかり広げるっていうことがめちゃくちゃ大事です。持ちに関しては私は崩れづらいなって思います。軽いつけ心地が好きでカバー力が高いクッションファンデーションがいいっていう方はビムビューティーがおすすめです。DIA のクッションファンデーションも好きで、まだ塗りたくるのかってちょっと驚かれてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、この 0.7 番のアイボリーが結構明るめのカラーなので、塗りたくるっていうよりかは、まあ、塗りたくってはいるんですけど、鼻筋を高く見せたりほうれい線を目立たなくするために塗ります。ほうれい線と少し被るように小鼻の横にコンシーラーを塗っていくことでこんなに目立たなくなります。ほうれい線と指毛に関しては何のためにあるのか全然わからないです。ついでに口元のくすみも塗りたくってカバーをします。コンシーラーが完了したらパウダーを塗る前にマリリンさんからいただいたビムビューティーのキープコンフィデンスミストを塗ります。ありがとうございます。しっかりと振りかけたら8割のスポンジで優しくなじませます。ミストをなじませたらフェイスパウダーを塗ります。キャンメイクのシルキーモイストパウダー02番、ラベンダーのカラーを可愛すぎる8割のスポンジを使って頬の高いところ以外に塗っていきます。おでこはね、前髪が張り付かないようにしっかり塗って、その他もファファファっと塗りましょう。これでベースメイクの完成です。
よくコメント欄でも絵を描いているようだって言っていただけるんですけど、やっぱりベースメイクをねしっかりとやることによって今後やるアイメイクだったり眉メイク、リップメイクがよりこう際立つというか詐欺れるかなと私は思うので、意外とアイメイクと同じぐらいベースメイクも私は時間をかけているかもしれないです。私は顔が平たいのでしっかりとシェーディングを入れていきます。私のように顔がのっぺりとしていて暗髪だと抜け感がないというか本当にのぺっとした印象になってしまうので、しっかりと陰影を出すことは大事だと思います。私ほどのっぺりしている方は本当にいないので、皆さんは人並みで大丈夫です。今回ねシェーディング2種類、まずはアイムミミのアイムマルチスティックデュアル、フェイスラインにはリリーミューのシアマットシェーディング01番を使用します。先ほど顎下にシェーディングを入れてくっきりと輪郭を見せていったんですけど、境目をなくすようにグラデーションを作ります。1個前の動画で私顔診断、パーソナルカラー診断、骨格診断をやってきたよっていう動画アップしているんですけど、意外な結果だったんですよ。もともとファーストがブルベサマーっていうことしか知らなかったので、本当に自分に似合うものが何かっていうのが明確に分かって、そこからね自分らしさをプラスしていけばいいっていうベースを知れたことが大きくて、何より骨格よ。私今までずっと動画でさ、骨格ウェーブですって言ってきたの、ごめんなさい。これこそ本当に詐欺ですね。騙していてすみませんでした。散々骨格ウェーブですと言っていた私、骨格ウェーブではありませんでした。申し訳ございません。 DHC タイムです。最近はミシャのコットンミックスチークばかり使っています。本当に可愛いカラー。どういうメイクに持っていきたいかにもよるんですけど、黒髪だったり暗髪のメイクの時はチークはできるだけ薄い方が個人的にはいいかなと思います。アイメイクだったりリップにポイントを持ってきた方が華やかになるイメージがあります。そしてお気に入りのエクセルのシームレストーンブラッシュ SB01 番ブルーのチークを重ねます。重ねた方とね重ねてない方で比較してみると、やっぱ重ねた方には透明感が出てるんじゃないかなと思います。そして私はまぶたが重たいので4種の神器を使って二重を作っていきます。隣で愛犬のマロが出ていびきをかいているので、いびきがアフレコに入っていたら癒されますね。福山さんからいただいたシピシピのピリ辛を塗ります。ありがとうございます。ピリ辛を塗ると唇の縦線がカバーされて、私の薄い上唇もぷっくりと見せてくれるので毎回塗るようにしています。キスのリップアーマーまで塗ってそのままチペチペチャっていうか、なんだうまうましないで放置することで色が密着するので、塗った後でそのまま放置するっていうのがめちゃくちゃ大事です。そして今回アイシャドウはラカのミドルトーンコレクターアイシャドウパレットのウィンディを使用します。こちらね3850円って書いてあるんですけど、9点のお安い期間に買ったので、私は確かね1000円ちょっとでゲットできたと思います。今回のメイクはねとにかく透明感を出していきたいので、パープル系のアイシャドウで目の周りに色を塗っていきます。アイホールと下まぶた明るいところを避けて色を塗っていったら、シピシピのポイントコンシーラーリピートしています。こちらで涙袋をぷっくり見せていきます。そしてブラシに余ったアイシャドウを上から薄く重ねて、先ほど使用したリリビューのシアマットシェーディングで影を描きます。黒目の下が濃くなるように両サイドをぼかすのがポイントです。今回はパープル系を使用していますが、ブラウン系のアイシャドウで私が最近使用しているのがちょっとお高いんですけど、こちらのマキアージュのアイシャドウ、瞳の色と合うように考えられて作られているアイシャドウで、私が使っているやつはね色味は暗いんですけど、しっかりとパールだったりラメが入っていることで華やかな印象になります。瞳の色って人それぞれ違うと思うので、気になった方はね自分の眼球とにらめっこして選んでみるのも素敵だと思います。たまにねちょっとお高いアイシャドウを買うと使うときテンションめちゃくちゃ上がりますよね。さっきお話ししたように暗髪メイクはねツヤ、ラメ、透明感が大事だと思っているので、いつもよりもグリッターは細めに広範囲に塗って、私はねブルベサマーでセカンドもブルベだったのでシルバーのラメで華やかにしていきました。イエローベースの方はゴールドがとてもお似合いになると思うので、ゴールド系のラメで仕上げるととてもいいかなと思います。最後にミキポンさんからいただいたミューアイスのウルミハイライターを塗りたくります。ありがとうございます。これでメイクの完成です。髪の毛をやっていきます。
はい、ということで今回は黒髪や暗髪に合う透明感もあり華やかさもある詐欺メイクをやってみました。少しでも参考になれば嬉しいです。こちらのサラサラウィッグは C で購入しました。今回も最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をお願いします。それではまた動画更新します。 Thank you.